元気ですか？元気があれば何でもできる。まあ、いつもアントニオ猪木さんと僕は30年以上の付き合いですので、まあ、こうやってしてもまあ、講義というよりも皆さんにちょっと講演したいなと思ってですね、今日皆さんにこうやったってですね、ちょっと話しさせていただきます。まあ何でもできるということは何ですかって、何もできない時もありますから、まあ何ですかって言ってインドカレーの何じゃないんですけど、まあいつもですね、私は思うんですけど、なんと彼は合う。でも彼は何かってですね、私いつも今日お坊さんがいらっしゃいますので、4月8日はですね、お釈迦様の誕生日なんですよね。で、私はね、お坊さんたちといろんなまあライトつけて大丈夫ですよ、まだ後でしますから。で、そのお坊さんがですね、やっぱお釈迦様の誕生日を覚えてもらうために何かしないといけないから、なぜかというとキリストの誕生日みんな知ってるんですよね。12月25日世界中が知ってるんですね。お釈迦様の誕生日なかなか覚えにくいということで、そのお坊さんが何言ったかで、じゃあカレーを食べるようにしましょうということですね。まあ、九州のあるお寺でですね、必ず4月8日は、ね、カレーの日ということで、もうカレーを配ってもうお釈迦様の誕生日を言いましょう。まあ、今日のテーマもですね、まあ、宗教の、まあ、和合ということでありますので、どうやって和合できるかとですね、私その辺が皆さんにイスラムの立場としてですね、ちょっと話していきたいなと思いますのでですね。で、和合ってですね、私一番ですね、宗教の、まあ、ちょっとこれ持ってきましたから、あ、すいません、ちょっと一番目流してもらっていいですか。言われるんですよね、まあ、今日政治家の先生もいますから、向井さん、あなたは宗教はもちろん分かるんだけど、まあ、政治家の先生方と長い付き合いしてるので、お母さん、右翼ですか左翼ですかってですね、どっちかはっきりしろということですね。右なのか左なのかってですね。で、私はですね、いや、私は右でもない左でもない、なぜか私は右翼です。で、なんでかってですね、ムガルチャンネルやってます、私、皆さんですね、桜チャンネルじゃないですよ、本当に YouTube で私のチャンネルありますから、ぜひそれをね、見てください、ムガル TV で。だから私、皆さんに言ったら、無欲っていうことは基本的にね、欲はないわけじゃないんですけど、やっぱりちょうど真ん中っていうことですね、中道主義、これがですね、本当にイスラム教の教えなんですよ。仏教もそうなんだけど、実は皆さんにイスラムは過激主義だとかタリバンだとか、まあ、変と言われちゃってるから、その辺で皆さんに私に理解してもらうためにですね、まず今日スライドで準備して、まあ、根本的なですね、宗教の和合はどうできるかということですね。まあ、細かい今日ね、今日40分ぐらいの講演だけど、できるだけ短く終わらせて、皆さんと質問を聞きながら答えていきたいと思いますので、宗教のやっぱり根本的なですね、まあ、まずどこから来たかっていう、まあね、人生行ったり来たりとよく言いますから、我々はどこから来てるはずなんですよね。私いつも誰かに言うと、え、あんたの国どこ、先ほど先生から言われた、国がまず聞きたい、ね、日本人なのか、パキスタン人なのか、マレーシア人なのか、何人なのか、同じようにじゃあ人間だったらどこから来たかって間違いないって、どこか住所を外る、その住所ではね、住職に聞かないといけないんです、ね、住所で住所あるはずだからね。だからその結果ね、我々はどこから来て、どこから戻るんですね、基本的に。だから別に目に見えない世界があるの、これは宗教の根本的な教えです。どっかの宗教の、このもうイスラムでも仏教でもキリスト教でもですね、我々はどっから来てるんですね。で、どっから来てまたどっかに戻らなければいけない。で、その後宗教の目的は何かですね、感謝ですね。これどんな宗教も教えますね、感謝をしなさいって。で、不平不満言っちゃダメってですね。で、感謝って何か、このね、自然の中にもうね、光もある、太陽もある、光景もある、これ当たり前でみんな思っちゃってるから、当たり前じゃないんですね。これは恵みです。神様からね、与えた恵みに対しての感謝。これは本当の祈りなんですね。で、結構その後は、決意、祈願って、これは私も日本のあるお寺とか神社とかで勉強した内容の中で、日本の場合ですね、やっぱりその感謝と決意と祈願って、これ3つで決まってるんだけど、最終的に祈願って祈りなんですね。我々もイスラム教は、最終的にそこにあるんですね。で、決意って何か、やっぱり何事を決める、決断すること。で、これはやっぱりですね、祈ってやったことの方が物事はよく決まると言われてるんですね。決意っていうのはですね、やっぱりそれに絶対祈りが必要なんですね。で、祈りというのは何なのか、ね、よく祈願ですね。祈りって結構、もうこの家が私の家になりますように、これ祈りなんですね。この家が、この車が私の車になりますようにって、これは祈りなんですよね。でも、決意っていうものがですね、祈りじゃないんですね。この車が、この家が、この国が私のものになりますように頑張りますって。これは決意です。そういう決意の中で祈ると物事が解決すると言われますね。
神様の知恵が降りてくる宣言です。だこれが私ですね、今日という短く時間してもう一枚一枚のストライドでも30分も喋っちゃうんですけどですね、先ほどですね、まあ、自然の中に太陽、空気、光、天の恵みからもらった当たり前ではなくて、ありがとうございました、ね、神様ありがとうございます、仏様ありがとうございます。これはやっぱりですね、全ての私の宗教の和語の根本的な原因、ね、解決しようと思ったらここだと思うんですよね。共通するところですね。であとは決意とはね、先ほど、ね、祈りが何かですね、家が欲しい、手に入れますようにですね、これ祈りってですね、願い。で実はですね、家が手に入りますように頑張るっていう決意ですね。これ両方が必要です。セットなんですよね。だから皆さん、いや一生懸命神様に祈ってるんだけど祈り通じない、我々の祈りが神様に届かない、いろんな宗教が祈るんだけど、それは祈りと決意が間違ってる。私はですね、祈りに決意が入らないから、神様お前決まってるの、何考えてるのって、自分で決めろ、自分の人生自分だよって、私に頼るなよってね、これは神様が願うなんですよね。神様の願いがあるんですよね。神様も人間に願ってるんでしょう、早く決意しちゃうってですね。だけどそれ祈りと決意よね、意を乗り上げることあるところも、ついこれはグーグル先生から教えてもらったんですよ。ネットで勉強した内容ですけど、わこれは漢字はすごいなと思うんですね。意を乗り上げる、決意を乗り上げること、頑張りますの気持ちを乗り上げることは、これは祈り上げるっていうんですね。祈りを上げるってことなんですよ。祈るだけじゃないですよ、祈り上げるってことが。でこれは結果ね、私は見たらもう神道ではね、祈りとってやるんですよ。で仏教でもお経を上げる、だから何かがその決意を入れて乗り上げることが祈りであるということですね。これは本当に私は三十何年間日本でいろんなイスラムだけじゃなくて仏教、神道、キリスト教、いろんな宗教を勉強しました。で何かその中に共通点は何かですね、その共通点はこれは宗教の和語に当てはまるじゃないかと思って、まあ、自分のモガールチャンネル風に研究した内容ですね。